ははいそれでは本日は二級建築施工管理技師の学科試験平成25年問39番施工山留工事について解説をしていきたいと思います問題は番組タイトル下の説明欄にも記載されてありますのでそちらからもご覧ください今回の問題の答えは1番が答えとなります山留工事に関する記述として最も適当なものはどれか1アイランド工法は掘削平面の規模が小さくて深い値、ね、切りに適しているこちらの問題は不正解です 結論から言うとこちらねぎりが広くてですね浅い部分に適しているという流れになりますこのアイランド工法というものはですね中央の句体を先に作った後え、周辺の地盤をねぎりして句体を作る方法になります、まあ、何を言ってるのかというとまず初めにですね、このように先行句体を作っていきます、まあ、最初にですね、えー、普通に切り針が通っているんですけどもまず先行句体を作ってその切り針を外してそして外周に残っているのり面などを掘削していってそして残りの句体をこう立て,ていくという流れになります 大まかに説明するとこのような形になります。なので、このようなですね、大規模な範囲を取ってしまうということですね。なのでえ、規模が小さくてというのは、ちょっとこれは誤りで、規模が広くないとできない方法になるので、値切、ね、りの部分が、まあ、広くてですね、浅いところにえ適しているというのが、このアイランド方法の特徴になりますのでえ、こちらも覚えていただければと思います。1番に関しては不正解です。それでは2番。切り張り方法は、側圧を山止めし方向でバランスさせる必要があり、 掘削平面が成形の場合に適しているえこちらの問題は正解です。この切り張り工法というものはですね、切り張りをイの形ですね、イ型に組み、えー、組んで、そして平面内にの雑草を防止、そして支柱を設けて上下方向の雑草を防止するというのがえ、この切り張り工法の特徴になります。なのでですね、これを上から見たときにですね、イの形になっているということですね、こう、イの形になっているのが特徴になっています。で、このように、えー、切り張りがですね、まあ、この 直行方、水平方向にあって、あとは、この縦の方に、この支柱があるということですね。あとは、腹起こしとかブラケットとかがあると。で、山止め壁で支える。これが、切り張り工法になります。今回問題を言っているですね、掘削平面が整形な場合に適しているというのは、こちらは正解なんですけども、不整形な場合の平面には不向きであるということですね。不整形な土地というのは、このような、ガクガクの ちゃんとした長方形とか正方形ではない土地のことを、この不正規な土地というので、こういうのには、このような綺麗にいの形を組んでいくので、不向きであるというのだけ覚えていただければと思います。2番に関しては正解です。それでは3番。乗り付けオープンカット工法は、山止め四方向が不要であり、地殻体施工の作業性が良い。こちらの問題は正解です。この乗り付けオープンカット工法というものはですね、まあ、先ほどの2つのようにですね、 切りりを組んだり、あとは山止め壁がなかったりします。こののり面、ここをですね、ここののり面を作って、ここを養生する。まあ、これだけで終わりという形になりますね。まあ、ざくっと説明すると。周辺に安全な勾配ののり面を設け、その安全を保ちながら値切りをする方法になります。なので、このようにです、ねまあ、排水溝とか作ったりして、あとは土のをここに設けて、この斜面だけ、そして斜面をのり養生して、ここを、まあ、ここ掘削して、建、まあ、物を建てていくというのが、まあ、この大まかな。 乗り付けオープンクラット工法の説明になります。まあ、こちらはですね特徴として山留め壁が不要ということ、そしてですね敷地内に余裕がある,場合であ,ったある場合の掘削であったり、あとは掘削が簡易的な場合、まあ、簡単な場合に関しては、まあ、安,定な場合安定な斜面を残していくというのが特徴にな,るになります。そしてまあこちらのその特徴として、地殻帯の施工性がいいというのが1つ特徴として挙げられますので、この3番も覚えていただければと思います。 この乗り付けオープンカット工法の問題に関しては正解になります。それでは4番。逆打ち工工法は地下の構造体を山めとして利用するこちらの問題は正解です。この逆打ち工法というものはですね、簡単に説明すると、1回、地下1階地下2階と、下界に向かってこう施工を進める工法のことをこの逆打ち工法と言います。まあ、こちら、たくさん絵を描いたんですけども、まずこの施工手順として、 山留壁をこう緑色のを設置していって、そして場所内食い、まあ、もうちょっとこれ、これ、絵で描いたのでだいぶちっちゃくなったんですけど、もうちょっと深いです。この場所内食いというものを施工して、そしてその後にこの逆さ、逆の逆打ち柱をこう施工していくという流れになります。そして逆打ち柱を施工した後に、ここ掘削して、1回の床をまた接するという形になります。なので逆打ち柱を,逆逆打ち柱を先に打ってから、 掘削して1回の床が完成すると。そして1階の床が完成したらさらに掘削をしていって、そして地下1階の、えーフラえー、スラブを、えー、打折していくという流れになります。まあ、そして、まあ、地,下3階地下2階とか、まあ、そういう形で掘り進めていくという流れになります。なので、えー、上がっていくのではなく下がっていくので逆打ち工法と呼ばれるものになります。なので、この、えー、施工手順もザクッとなんですけども、えー、覚えていただければと思います。なのでですね、このような 逆打ちの柱とか、このようなです、ね、構造体が山止めし方向として利用できるので、こちらは4番。この流れの作業のこの側面のことを言っておりますので、正解になります。以上のことから今回は1番が間違えているので、1番の答えとなります。